おはようございます。後藤輝樹です。僕は今手術で、手術のダウンタイムで寝返りを打たないようにして、寝ているんですけども、寝返りとかうつ伏せにならないためにはこうやってロープでベッドと自分をくくりつけると寝返りとか、ほぼできないです。なので寝返り防止になるので、もし寝返り したくない、うつ伏せしたくないという状況の方はチャレンジしてみてください。以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。